皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日はソニーの E マウント用の交換レンズのお話です。毎年魅力的な新製品が出る交換レンズ、本当に買い時が難しいです。私自身も中望遠をカバーするズームレンズ、昨年いろいろ探して購入しましたが、その際ももうすでに次の製品の噂などが出ていて、本当に選ぶのに苦労しました。昨年度私自身も比較を行ったのですが、気になるレンズ2つをソニー様よりお借りして徹底的に比較を行いました。これら比較した結果をレビュー動画として出しているので、気になる方はぜひ見てください。そしてこのレビュー後、実際にこのどちらかのレンズを買いに行きました。今回の動画はその際の動画になります。で、今のところ心には24-105で決めてるんですけども、まあ最後実際ソニーストアに行って、プロの話、専門家の話を聞いて、どっちに購入するかなっていうのを考えて最終的な決断をしたいと思います。はい、そこら辺、この動画の続き、今後の動画でどっち買ったかっていうのは出てくると思うので、よろしかったらチャンネル登録をして今後の動画をお待ちください。はい、皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日もまたソニーに来ました。で、ずっとレンズ比較してたので、2070か24-105で、今回24-105をもう買いに行こうと思います。多分24-105を持って戻ってくると思います。はい、行ってみます。よし、行こう。はい、行ってきました。で、買ってきました。今回はこっちのレンズ24-105、あと初めて、ソニーの純正のこのフィルターも購入しました、プロテクター。よし、撮りに行ってきます。この後購入してすぐに撮影に行ったので、その撮影した際の写真や動画はこの動画の最後の方に載せておきます。まず2点共有したいことがあるので共有しようかなと思います。今回のレンズを買いにソニーの銀座ストア店にお伺いしました。そこで購入した際に、まずソニーの下取りサービスというのを利用しました。これ下取り方法はオンラインと直営店に持ち込むという方法があるんですが、実は今回オンラインと直営店に持ち込む両方の査定額を取得しました。結果から言うと、オンラインで申し込んだ際は4万円程度のものが、直営店でおそらく8万円とか2倍以上の値がついてたと思います。それぐらい査定が異なりました。個人的には直営店でやはり店員の人が目の前で査定していただいて、その査定額の説明を聞くという方法で査定するのが一番納得感もあって、あと今回のケースだけかもしれませんが、本当に査定額が倍違うっていうのは、ぜひ直営店行ける方は直営店で下取りサービスを利用するのがいいのかなと思いました。あとですね、今回ソニー製以外のカメラやレンズを売らせてもらったのですが、その際もしっかりとした査定額で、本当にカメラ価値が落ちないので、次のカメラやレンズ少し高価でも買おうかなって思えるような下取りサービスをされているなと思いました。続いて2点目はアルファ安心プログラムです。こちらの方、ソニーの直営店を利用したことがある人は聞いたことがあると思いますが、非常に手厚いサポートなどが受けれます。カメラの本体を購入した時はそんなに気にならなかったのですが、今回レンズを購入した際に、お、いいなと思って加入しました。それ以外にもいいなと思ったポイントがあるので、まとめて紹介したいと思います。こちらの方、3年のワイド保証をつけることができます。このワイド保証、水濡れだとか落としただとか、そんな時も対応してもらえるので、非常に安心してレンズを使えるので、この3年ワイドが無料でつけれるというのは、レンズを買う際にはこの安心プログラム加入を考えてみるのもいいと思います。そして実際加入を考えた際に気になるのは料金でした。こちら加入しようと思って詳しく見てみると、入会金がキャンペーンで110円となっています。なので入会金はそこまで考えなくて良いのかなと思いました。そして年額6600円かかるのですが、こちらの方を聞いていくと、年に1回3000円分のクーポンがもらえることが分かりました。こちらのクーポン、清掃サービスなど製品購入以外にも使えるので、まあ1年間に3000円もらえて、あとこれを半年以内で使うとかっていうのは、まあ使うかなということで、私の場合実質3600円でこのアルファ安心プログラムに加入できるというのはお得かなと思いました。このプログラム、この他にもたくさん
メリット入って、受けれる恩恵たくさんあるんですけども、今回もう一つ紹介すると、今回は下取りサービスを利用しました。この査定額が 5% 増量というのも非常に大きなサービスかなと思いました。結構カメラやレンズ高価なものなので、この査定額の 5% 増額というのは、だいたいこの1年分の会費がこうペイできる、相殺するぐらいの、価格になることもあるのかなと思って、これ大きなサービスだなと思います。あとですね、今後レンズに関しても新しいモデル何か出てくると、やはり入れ替えとかそういうフェーズに入ってくるのかなと思うので、この下取りサービスの 5% 増額というのは、この安心プログラムに入る大きなモチベーションになるのかなと思いました。それではここから購入したレンズ、その日に撮りに行った写真や動画を少し共有したいと思います。はい、レンズを購入してその後少し撮りに行きましたという動画でしたが、このようにレンズやカメラなどのレビューも少し上げていくので、よろしかったら興味のある方、良かったなと思う方はチャンネル登録、そして動画への高評価お願いします。本日もご視聴の方ありがとうございました。それでは作品例の方をご覧ください。どうぞ。I can pick you up.